僕はワンタブでこっから上げてく。さあ行こう。え、長澤まさみ、上がる。ギッチギチの美味しさで満たされるチョコ、ロッテワンタブ。ワンタブ。ワンタブのね、はい、中からギッチギッチに詰まった状態でご登場いただきましたけれども、ね、中はどんな感じでした？いやもう私に合わせてこれを作ってくださったみたいで、もうギッチギチに私もこの中に入って、はい、登場することができました、はい、プロジェクションマッピングっていう映像を後ろにこう流して、それに合わせてこう自分が動くっていう初めての撮影をしたんですけど、私はやっぱり映像がに合わないと初めからやり直しだし、結構撮影でもなんか細かい部分っていうのがいろいろタイミングがずれちゃったりとかすると、うん、もう一回やり直しっていう感じになっちゃうんで、うん、何度もこうみんなでこうどんな風にやるか割と確認しながら確かめ合いながら、みんなで協力してスタッフさんたちと作ったっていう感じがしますね。ギッチギチってセリフをこういろんなバージョンで撮影されてましたよね。そうですね、うん、あれは本当になんかこういろんな感じで言ってみてってこう監督さんからこう好きなようにやってみてって言われて、割とこう自分でアイディアを出しつつ、はい、やったような気がしますね、はい。本日はですね、本日より開設されましたワンタブのオフィシャルサイトの方では CM はもちろんのこと、今長澤さんもおっしゃっていました、長澤さんのギッチギチ動画をですね公開しております。ギッチギチ、ギッチギチの美味しさで満たされるチョコ、ロッテワンタブ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 。はい、印象に残っているギッチギチってありますか？そうですね、まあ私は割と一番最後に流れたああい う, こう大人っぽい雰囲気っていうのは、はい、意外となんていうんですかね、普段はこうよく喋る方なんで、はい、なんかこう大人っぽい雰囲気を出すっていうのは割と恥ずかしいんですけど、そういうのを結構こう求められることはこう、まあ、年齢とともに多いんですけど、今見るとなんかこう恥ずかしいなと思いますね。長澤まさみ殿、スケジュールもギッチギチでお忙しいところ大変恐縮ですが、ロッテのチョコレートを心から愛してくれている長澤さんをワンタブギッチギチ PR アンバサダーとして任命いたします。よろしいでしょうか。